皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、高橋貴子的時間の使い方についてお話をしてみたいと思います。このお話はそうですね、ここ数人の方に聞かれていて、まあまあいろんな形で答えてはいるので、一旦動画に撮っておこうかなと思ったテーマではあるんですけれども、時間ですね、皆さんにとってとても貴重なものだし、まあ、それを上手に使えれば当然売上っていうのも上がっていく大事な要素になっているのが時間っていうものだと思うんですね。で、まあ、どういうことをじゃあ私が聞かれるのかっていうとですね、事業、そうですね、今は3つくらいですかね、一番メインでやってるのが、まあ、教室開業集客のリビング企業アカデミーと、あとリプラス電子書籍の事業ですね。あとは、こちらは、若干ちょっと自己啓発的な部分があるんですけれども、ルノルマンカードリーディングっていうものをコンサルティングの中に入れて、実際の自分の進むべき道を示唆するっていうことをやっているので、そちらを望む方がいらっしゃれば、そちら方向からコンサルティングすることもあるんですけれども、思考を整えて前に向かえるようにするということがね、できる、単なるね、占いとかレベルじゃないようなお話で、私やっていくようなものも事業体としてやってますので、3つ、一番メインボリュームは当たり前ですけれども、教室開業集客のところのリビング企業アカデミーですね、これが一番メインで動いてるんですけど、一時期パンの方で、ね、やってた時パン教室もやってましたし、あとはマクロビオティックとか美容食学っていう講座も持ってましたので、5事業やってた時期がありました。だから時間の配分っていうのはいつも私にとってもものすごく大きな課題になっていて、どういうふうに時間を使っていくか、売上ベースと、労力が少なくて売上がね高いようなものを優先にはしていく部分はあるんですけども、あとは自分がどれだけ楽しいか楽しくないかっていうのも含めてなんですけどね、それで決めていました。で、現在だってクライアントさんを抱えて自分の仕事を前に進めて、かつセミナーをやり全国を飛び、執筆もして動画コンテンツも作る、すいません失礼しました、宅急便が届いてしまうところが自宅っぽい感じなんですけれどもね、私の、現在の授業はそんな感じで進めています。当然時間はどうやってみんな使ってるんだろうっていうのをよく言われるんですよ。なのでいろいろもしかしたら工夫してるところはあるのかもしれないんですけれども、私なりきの時間の使い方で、例えばそれを全部別に皆さんにやってくださいとは言いません。ただ自分の使い方からするともうちょっとここって改善できるかもってもしも思えることとかがあったとしたら、それは業務改善に、ね、なっていくと思うので、それをお話をしてみたいと思います。まず計画ベースで言うとですね、今私がやってる一番先の仕事ですね、実際にもその予定を入れてるっていうのは1年先の仕事をやってます。で、大体私のお仕事っていうのは3層に分かれてて、3年から5年の間にやりたい先の仕事のリサーチ仕込みっていうところと、あと1年以内にやっていくべき仕事と、6ヶ月以内と3ヶ月以内と、直近1ヶ月とかね、そういう感じ、4層5層か、細かく分けるとそんな感じなんですけど、ざっくりしたところだと、半年以内と1年以内と3年いないっていう、このあたりがざっくりした感じになりますね。長期案件と中長期と短期っていう形で3種類に分けて仕事してます。で、おそらく皆さんがてんてこまいになっちゃうのは短期案件1ヶ月とか、せいぜい言っても中長期の3ヶ月後ぐらいまでの状態を見ながらアクセクやってるのでね、きっと大忙しい状態に
をずっと、まあ、私も忙しいは忙しいんですけど、同時並行で動いてると余力ができるのと、まあ、売上をね上げていくための、まあ、施策をしていくことができるっていうのがあるんですね。だから、例えば、1年先、今ねとりあえずそうだな、出版が今8月なんですけど、来年の4月にする予定なんですね。そうすると4月にもう予定って決まってるので、出版記念パーティーの日取りももう決めてます。出版してから日取りを決めるんじゃなくて、もう日取りを決めています。で、会場とか内容については今妄想と構想を膨らましてるんですけど、こんな感じにしようかなっていうことで、まあこの会場おそらく私はそうね4ヶ月か5ヶ月前に撮ろうかなと思っているので、そこから前倒しにして4ヶ月から5ヶ月前に会場を手配するっていうのを入れておいています。でそれをまあ決めるっていうことは、それを会場を検討する、決めるとかっていうのをね、その前の段階で試行するための時間を書いたりとかするんですけれども、で、LP ですね、その出版記念パーティーとかの申し込みフォームを作るとかね、だいたい4月だったら1月にはもう予約を取り始めたいので、ということは1月にやるか12月にやるかとか、そういう感じでこうある程度もう日付決めちゃってですね、一旦予約、その1個の行事に関わるものに対して全部入れてっちゃうっていうのが、まあ、私のやり方なんですね、大きなところで言うと。これはパン教室の時も一緒で、例えば12月とかにイベントレッスン、特別レッスンをやりたいっていうふうに思ったら、まあその2ヶ月前には集客かけたいということは、10月頭か9月終わりに集客をかけたいとなると、集客をかけるためのフォームっていうのがそこにはできてないといけないから、まあ、例えば、ね、1日で今作れますけども、まあ、当時、ね、慣れてなかったから2日とかかかっちゃう日だったら、それを作る日っていうのをカレンダーに入れて、でそれを作るということはレシピが当然できてないとダメで、写真も終わってないとダメなんで、そうすると8月頭とかそれぐらいにレシピ開発&写真撮りみたいな、そういう予定を入れちゃうっていう感じなんで、これで一連の作業が全部整いますよね。で出張に行くって決めれば、まあ、当然その同じようにどんなテーマにして企画にしてっていうのを考えて、まず募集告知文を作って、で、まあ、募集をかける日をね前倒しにして書いておいて、でさらにそれが何日って決まってるから、会議室を押さえたり宿泊施設取ったり、JR とかはすぐに取れないんで1ヶ月前になるんで、出張する日の1ヶ月前のカレンダーに JR を取るというふうに書いてあります。だから1個決めたら必要な手配をもう全部カレンダーに書いちゃう感じですね。それで時間を先取りをするっていうことで、まあ細かい用事もですよ、何とかを買うとか、この日に何かを作るとかね、そういうのもね全部書いてある Google カレンダーっていうので私はやってるんですけどね、まあ、それが大きな逆算して作っていく時の作り方ですね。あとはそうですね、逆算してじゃない部分でいうと、細切れの時間をどう使うかっていうところで、例えば新幹線とかはパソコンとかもできるんですけれども、若干ねちょっと揺れるので少し酔っちゃう感じになっていくので、パソコン作業というよりは、まあ企画を書を作るとかね、手書きのメモで大丈夫なんで、あとは企画書を作るだし、そうですね、例えば動画の編集とかね、スマホでやってるのでイヤホンやりながら指一本で動画の編集をするとか、あとはそうですね、まあ、企画書に似てますけど、アイディアですね、3ヶ月6ヶ月に新しいことをやろうともしも思っているのであれば、その概要を詰めていくメモを作るとか、そんな時間に当ててることが多いですかね。だから結構ですね、頭フル稼働しています。それでもどうしてもこう体力的にふーってなっちゃって、眠くなっちゃったら新幹線の中で寝ることもありますけれども、ほとんどそうですね、
あのそういう企画関係やるのに使ってるかな。あとはあの簡単なメールチェック、メール処理とかなんで、まあどこでも仕事はできると思っているので、あの別に電車の中でも即答できるような返信であればバンバンしていくし、まあそういう形で私の時間を使っているというイメージです。なのであの細切れの時間って案外大事で、その細切れの時間をどうやって上手に使えるかと、あとは最近感じてるのは集中力の切り替えですね。あの本を書かないといけないんですけど、いろんな環境の中で私書かないといけないので、本当はゆっくり高原のリゾートにでもこもって書きたいタイプなんですけど、まあ、そうも言ってられないので、あの普通の仕事の中にちょいちょい入れ込んで書くっていうことを、まあ、今期トライしているんですが、そうなると集中力切り替えないと文章のモードに入らないんですよね、頭が。だから、そういう能力を鍛えるっていうのも一つかなっていうふうに思います。なので、まあ、結論として一つコツを言えるとすると、先取りするっていうことですね。時間の枠を先取りしてしまう。それによって、まあ、だいぶ効率よくいけるかなと思いますので、ご自身の時間、ぜひ見直してみていただけたらと思います。それでは。